はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校国語、代名詞、そして指示語についてお送りします。で、前回ね、名詞をやってきたので、ここで一本だけその代名詞、そして指示語についてやっていくと。ただ、ポイントで終わりです。問題は特にないです。で、なんで取り上げるかっていうと、まあ、この代名詞、こっちがね、で、こっち指示語なんですけど、それの、ま、言葉と種類をぜひ覚えてほしい。よく表でね、教科書とかに載ってたりしますけど、まあ、その勉強のためにね、5問だけです。だから、ポイントの穴埋めなんで5問しかないんですが、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって不安なところがあれば、今からね、説明しながら穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、代名詞の方から始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回ポイントだけなのと、ちょっと赤をいっぱいこう囲ってね、使ってるので、答え青で書いていくんで、特に意味はないんですが、まあ見やすさの点で、ちょっとそちらお付き合いください。では、まず代名詞です。で、まあ前回もちょっとね、言葉は出てきましたけど、代名詞っていうのがあるのね。で、代名詞っていうの中にも2種類あります。代名詞が2つに分かれるんです。で、それをまず覚えてほしい。で、一つ目が、ほにゃらら代名詞って言います。で、これは人を指し示すんです。人のことを表す。その代名詞。で、なんて言うかっていうと、まあ、人なんで人が入ります。で、この漢字をつけて、人称代名詞って言います。人称代名詞。で、名前通り人を表しているので、例えば私とか、あなた、彼、誰と。まあ、誰も入ります。人のことだからね。こういうのが人称代名詞になるという名前を覚えておいてください。で、もう一個。もう一個も、ほにゃらら代名詞って言うんだけど、こっちは事物、つまり物とかね、まあ、ことでもそうだけど、とか、場所、方向なんかを指し示すときに使います。で、これのことを、指示代名詞って言います。指示代名詞ね。で、例えば、あれとか、こことか、そちらとか。で、コスワード言葉です。こっちにもあるけどね。コスワード言葉の一部が指示代名詞に入ります。全部じゃないけどね。なので、まず今回は代名詞が認証代名詞と指示代名詞に分かれる。そして、それぞれは、まず認証は人のことを表していて、指示代名詞はその事物、物とか場所とか方向を指し示すときに使う。このね、あれとかこことかそちらとか、それのことなんだっていうのを覚えてください。で、次が指示語です。こっちがね、指示語。で、指示語は、小学校の時に、コスワード言葉っていうのをね、習った人も多いと思います。で、それと同じです。コスワード言葉のことを言います。指示語っていうのは。で、指示語も4つに分かれる。今度は。ほにゃららしでね。で、1個目は書きました。これ名詞です。で、代名詞も含んでます。これはね、テキストとか教科書によっても違うんですけど、名詞と代名詞をもう分ける。ね、きっぱり分けてしまうところもあるんだけど、大体のテキストがこの含めて考えるところが多いので、今回も含めさせてもらいます。その名詞代名詞セットね。で、そのコスワード言葉のコ、ソ、ア、ド、それが入ってる言葉の中で、この辺が名詞になります。これとか、ここ、こちら、こっち、この方、どなた、誰と。こういったところです。さっきと被ること多いでしょ。まあ、代名詞で同じなんでね。で、今回は書ききれないので、ソワドは省略してあります。これどういうことかっていうと、例えばこれが入ってるんだったら、コソアドだから、これがあるから、それ、あれ、どれ、これが全部ここに入ります。ここが入ってるんで、ここ、そこ、あそこ、どこっていうのが全部入る。っていう解釈で思っといてください。いいかな？これが指示語の一つ。この名詞代名詞のグループね。こっちと被ります、ここは。ちょ、認証代名詞は被んないけどね。コスワードじゃないんでね。で、二つ目が、このです。の。だから、この、その、あの、どうのってやつ。で、この、こんなっていうのは、これをね、含めて書くところと含めないところがあります。だから一応、カッコにしてあるんだけど、個人的には含めないイメージの方が強いけどね。だから、こっちで覚えてください。このの方で、ひとまず。で、これが何詞かっていうと、これ、連体詞になります。この、その、あの、どのね。これは連体詞になると。指示語の中でもね。で、次が、こうと、あーって書きました。で、これ、こうで覚えてほしいんですけど、こう。で、そうでしょ。で、
あうってないんだよ。で、あうのところがあーになります、これ。いい？で、あと、どうだね。だから、こう、そう、どうとあーになります。で、これ何詞かっていうと、これ、副詞になります。副詞ね、指示語の中でも副詞になると。で、最後は、こんなだです。こんなだ。だから、そんなだ、あんなだ、どんなだ、これが全部入ると。で、まあ、だで終わってるので、これはね、だで終わるといえば、形容動詞。これになります。いいかな？なので、まあ、こっち側ちょっとね、確認でもう一回復習をしていくと、指示語っていう言葉がある。で、指示語はコスワード言葉のことなんだと覚えてください。指示語がコスワード言葉ね。で、コスワード言葉にもたくさん種類がある。これとか。ちょっとこうだけでいくよ。これとか、ね、こちらとか、このとか、こんなんだとかいっぱいあると。で、その中でも、指示語ね、その中でも4つのグループに分けることができる。で、ほとんどがここに入ります。名詞、代名詞に入るんだけど、このは連体詞。で、こう、で、あもセットでね。こうとあが副詞。で、こんなだ。これが形容動詞になるというのを覚えてください。で、右側は代名詞です。代名詞で代わりに、名詞の代わりにね、やってくれる代名詞。それには、認証代名詞と指示代名詞の2つがある。で、認証代名詞は人のことを表します。だから、配置ってはっきりわからない。わからない。そうじゃなくて、あなたとか、私っていう時に使う、これが認証代名詞です。で、もう一個、指示代名詞。これは、事物、場所、方向を指し示す。だからちょっとこっちとかぶるね。っていうことになります。いいかな？まあ、こんな感じでね、覚えておいてください。では、今回は中学校国語、代名詞、指示語についてお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回なんですけど、ちょっとですね、迷ってて、動名詞に行くか、連体詞に行くか、ちょっと迷ってるんで、どっちかをやります。ね、だとどっちかわからないんですが、まあね、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。